中国の脅威に対抗するためには、少しでも備えておかなきゃいけないよね。そうだね。鹿児島県西之表市の行政区域にある馬毛島における自衛隊基地整備計画と、アメリカ海軍の空母艦載機陸上離着陸訓練 FCLP 移転計画に関する、環境影響評価アセスメントの準備書に関する説明会が、2022年5月10日に種ヶ島の西之表市にある西之表市民会館で開催されたみたいだよ。基地を作るためにはいろんな手順を踏んでいかなきゃならないからな。一朝一夕でできるものじゃないからこそ、早めの対応が必要だな。うんうん。さて今回は、鹿児島県の馬毛島基地工事での、アセスメント準備書説明会を防衛省が実施したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。この説明会は、九州防衛局熊本防衛支局が事業に伴う環境影響評価アセスメントの、準備書に関する初の説明会として同市民会館で開催したもので、馬毛島周辺の自治体における航空機騒音や島の生態系への、影響予測などの報告と、参加者との質疑応答が行われたよ。防衛省側からの説明は45分かけて同省が実施した環境への影響予測調査の結果や、環境保全措置についての概要が説明され、それに対して質疑応答が行われたが、説明会場に基地建設反対派が押しかけていたため長引き、40分の予定が2時間にも及んだんだって。出席した西之表市の大平和夫副市長は終了後、防衛省がどのように説明するか、市民からどんな意見が出るかを聞きに来た、と述べるにとどめ、アセスメント準備書の内容や、防衛省側からの説明に関してのコメントはなかったみたい。なお、基地整備反対の立場を表明している矢板市長は欠席したらしいな。この説明会は今回の西之表市のほか、5月11日から17日にかけて、中種町、南種町、南大隅町、屋久島町の4町で開催される予定となっているほか、アセスメント準備書は5月19日まで鹿児島県庁や西之表市役所など鹿児島県内の9カ所と、九州防衛局のホームページで縦覧が可能で、6月2日までの間は誰でも意見書を熊本防衛支局に提出できることになっているよ。また、このアセスメント準備書説明会と並行して、防衛省は地元漁業協同組合に対し、基地整備資材などを陸揚げする馬毛島の東側の葉山港の海底土砂を取り除くための、浚渫工事が計画されていることについて、5月10日に漁業組合の理事会に、防衛省職員が出席して非公開で説明を行ったんだ。この馬毛島の葉山港における浚渫工事の問題については、漁協の組合員も利用している葉山港の水深が浅いため座礁する危険があることから、漁協が西之表市を通じて防衛省に工事を要望していたもので、基地建設に反対の姿勢を見せている矢板市長もこのことに関しては、浚渫工事の実施に依存はないと浚渫工事に同意するとした回答が出されていて、インターネット上などでは自衛隊基地整備には反対しておきながら、港の浚渫工事をやらせようとするなんて虫が良すぎると批判の声が上がっているね。また、防衛省は5月11日に、今度は漁協の組合員に対して説明会を開く予定としているんだって。これら馬毛島への自衛隊基地建設とアメリカ海軍空母艦載機陸上離着陸訓練 FCLP に関しては、以前から馬毛島基地整備の反対の姿勢を示している鹿児島県の地方紙、南日本新聞が市民団体を担いでネガティブキャンペーンを展開していて、基地整備反対が種ヶ島の住民の総意であるかのような印象操作を実施しているとして、ネット上で批判が出されているよ。南日本新聞はその前身が鹿児島朝日新聞であることから、自衛隊やアメリカ軍に対する姿勢は沖縄県の沖縄タイムスや琉球新報と同様に、反アメリカ軍反基地であり、馬毛島の他にも鹿児島県の海上自衛隊鹿屋基地における、アメリカ軍の無人偵察機 MQ-9 リーパー配備や、宮崎県の航空自衛隊ニュータバル基地へ配備が予定されている、垂直短距離離着陸機 STOVLF-35B ライトニング2の、騒音問題などにおいてもネガティブキャンペーンを展開中だな。今回の西之表市でのアセスメント準備書説明会について伝える記事においても、計画反対派からのアメリカ軍機が種ヶ島上空を飛行する可能性があるのかとの質問に対し、防衛省側が稀にあるかもしれない。今後はモニタリングをしながら対応していく、として報告書を年1回公表していくと回答したことを報じ、これに対する計画賛成派市民と反対派市民の意見を併記しているね。その記事では、計画反対派の70代無職男性の意見として、防衛省からは市民の疑問点に正面から答える説明はなく、法律通りに手順を進めているだけと感じた、と紹介し、計画賛成派の商工会所属の50代男性の意見として、基地建設後も予測調査の通りに行くのか不安はあるが、国を信じるしかないとして、基
地整備に対する補助金が目当ての商工会員でも、不安を抱えていると思わせるような情報操作の匂いが漂っているよ。その上で、計画に反対する市民の発言が目立つとして、航空機騒音や生態系の影響予測に対する不信の声が噴出したとしているんだ。でも説明会の様子を流したテレビニュースなどを見る限りでは、不信を噴出させているのは一部の参加者だよね。あからさまに抗議ありきの態度を見せており、その言動からいわゆる市民団体のメンバーではないかと指摘されているな。南日本新聞はさらに、九州防衛局熊本防衛支局が5月9日に4月中に契約した基地関連工事を7件計435億円超であるとして公表したことから、それだけで2021年度の契約総額を超えたとの記事も発信されており、馬毛島において敷地造成を行う工事では、鹿島と御用建設に西之表市の藤田建設工業による共同企業体が332億円で落札契約、工期は2022年4月26日から2025年5月までと伝え、防衛省が工事に必要な部材を当該で作り、アセス評価書公告後に着工する、アセス後に速やかに整備するための準備、2022年度予算には3000億円超の整備費を計上しており、当然執行を目指すとしたと報じているよ。この報道の中の工事に必要な部材を当該で作りという表現は、種子島当該から部材を持ち込むとも取れ、種子島にメリットはないとも感じ取れるんだけど、防衛省九州防衛局が公表している入札契約状況調書には、工事に必要な部材製作等は、鹿児島県西之表島毛島の当該で実施とあるんだ。また、この調書にはさらに工事は、環境影響評価書の公告後に、鹿児島県西之表島毛島の島内において実施とあり、南日本新聞では防衛省側が工事執行ありきでの入札契約を、開始しているとのニュアンスで伝えているのもまた情報操作とする指摘も出ているね。防衛省では、工事執行はあくまでアセスメント評価プロセス終了後に着手されるとしているほか、岸信夫防衛省も環境アセスの手続きを経た後で円滑かつ速やかに、できる限り早期に施設整備に取り組んでいくとしており、アセスメント評価の公告が工事着手の前提であることを言明しているんだ。ロシアのウクライナ侵攻後、5月に入り東シナ海、南シナ海、フィリピン海など、西太平洋地域での中国軍の動きが活発化しているほか、尖閣諸島において中国海警局艦艇の動きが過激化していることも伝えられる中で、馬毛島への基地整備を急ぐ必要があるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今日も雑学いってみよう。待ってました。今日は点滴の成分にまつわる雑学について解説するよ。みんなは点滴を経験したことはあるかな？体調が悪い、体が重い、頭がぼーっとする、食欲がない、疲れている、とても辛い。そんな時に病院に行くと医者から点滴を勧められ、点滴を受けてみると体が軽くなり、乾いていた喉も潤い、一気に回復。そんな経験をしたこともあるんじゃないかな。つまり、体調不良によって栄養の補給が困難な時や脱水症状を起こしている時、体内に直接栄養と水分を送り込んでいるわけだね。でも、注射や点滴が痛くて苦手、という人もいるよね。わざわざ針を直接刺さなくても、体内に栄養を補給する手段はないかと考えるよね。実は点滴とほとんど同じ成分の飲み物が存在するんだ。そこで開発されたのがポカリスエットなんだよ。ポカリスエットは、飲む点滴をコンセプトに開発されたため、点滴とほぼ成分が一緒になっているんだよ。点滴をそのまま飲むわけにはいかないので、味をつけたり、多少の成分は違うものの、ほぼ点滴と一緒の成分で作られているんだよ。飲む点滴があるなら、わざわざ痛い思いをする意味がないんじゃない？そう思った人もいるんじゃないかな？ポカリスエットには、痛い思いをせずに栄養と、水分補給ができるというメリットがあるけど、点滴にもメリットはあるんだ。それは、体内に直接栄養と水分を補給するため吸収が早く、速効性があるという点なんだ。そもそも、吐き気があって、水分を取ってもすぐに吐き出してしまう場合などが考えられるため、体内に直接補給する方がいい場合もあるんだ。ポカリスエットで点滴と同じ栄養と水分を補給できるなら、アクエリアスやゲータレードでもいいんじゃないの？って思ってない？それは大きな間違いだよ。ポカリスエットは飲む点滴として開発されているけど、アクエリアスやゲータレードなどのスポーツドリンクは、スポーツ用に開発されているため、そもそも用途が違うんだよ。体調不良の時の栄養と水分補給にはポカリスエットが最適ということだね。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。